皆さん、ハレルヤハレルヤ。お疲れ様です、お疲れ様っていうのがね、ちょっとネガティブだから、お疲れ様とかね、恵まれ様とかね、なんか私はちょっとそれ引っかかるんですよね。キリスト教的なね、固定的なそういうご挨拶ってね、いろいろあると思うんですけれど、まあ、私はできるだけ完全肯定でね、人生はそう生きていきたいって思うんですけど、お疲れ様でしたね、結構いい言葉じゃないかなってね。中国語ではニンシンクラ、韓国語ではスゴハシャスミラみたいなね。まあ先日は韓国に、行ってまいりまして、いろんなところで選挙旅行をしたんですけれど、まあ大体いろんな働きを、大きな働きをしようとするとアタックが来ますね。まあ、まず車を購入しようという時にいろんなアタックが来てね、ダメなんじゃないか、まあ、そして親しい牧師先生がね、まあ、20万か30万ぐらいのね、中古車でいいんじゃないですかみたいなね、いやそうだそうだみたいなね、そんな気持ちになってね、いたんですけれど、でもまあ中に、いや新車で買った方がいいですよ、というビジネスマンの方、2、3人の方がいらっしゃってね、そこでちょっと一気に、信仰が、増しくわってたんですけれど、でも最終的には新車ではなくて新古車っていうね、とってもいい形でね、新車よりだいぶ安いけど未使用車、使ってないね、走行距離5キロぐらいのね、そういうものを、購入することができて、まあ神様はすごい試練をたくさん、まあ、実はですね、それでこうクレジットカード急にお金が入ったから止められたり、いろんなことがあってですね、大変だったんですけれど、まあ、神様が一歩一歩それを乗り越えさせてくださってね、まあ、それを解決させてくださったんで、最初かなり韓国の選挙旅行、先週2ヶ月前か、行くっていう時ね、結構ね不安もあったんですよね。まあ、宿泊場所も決まっていない、そして、スケジュールも決まっていない、通訳者がいない、同行者もいない。いやこれはどうなっちゃうのか、まあ、いろいろですね、SNS 見てね、協力してくれるって人が現れたんですね。ところがその人がね、急遽ダメになったりね、もうそういうことのこう連続だったんですけれど、まあ、やっぱりこう最近ではその車を神様がね与えてくださって、まあ、そういうことで支援をしてくださる方々がいるってことで、神様は私はあなたのその働きをね覚えてるよ、分かってるよ、応援してるよってこう言ってくださってるような気がしたんですよね。当時ナザレのイエス様は歓迎して受け入れるはずのユダヤ人たちから見捨てられ、拒否され、しかも十字架にかけられた。家作りらのその捨てた石が罪の頭石になった。そうだ、イエス様は受け入れられるべきそういう方から受け入れられず、そしてでもそのイエス様が捨てられ、十字架にかけられたイエス様が救い主になられたんだ。まあ、それを思った時にですね、なかなかうまく進まなくてもそのイエス様なら分かってくる、そしてイエス様はそういうところを通しながら神に頼るようにしてくださったんだな、まあ、そういうことをですね、私は経験して、最終的にはですね、もう全てがもう完璧以上、もう200点300点ぐらいですね、まあ、最初ロボ電動スタートしたのはですね、あれどこだったかな、キョンポックンっていうね、昔の王宮の、まあ、そういう場所で、まあ、そこでですね、ロボ電動して賛美するとね、もう観光客の人5、6人が集まってきましてですね、イエス様の愛をこう伝える。で、一緒にいた人が何人かいたんですけどね、先生まずくないですかって韓国人が、まあ、ちょっと心配だったんですよね。で、私も実は心配なんだけど、まあやってみましょうということで、
そうしたらね、そこにいた韓国人が火がついちゃったんですよ。先生、これはすごいですよ。私たちもね、町へ出ていっていろんなところでこれから賛美したりね、伝道したいと思いますみたいなね、そうやってこう火がつけられて、ナムサンタワーのね、そういうのがあるんですよ、ソウルの。まあありますよね。まあ、そこの、エルサレムがバックで見えるようなぐらいソウルの街が一望できる、そこでね、路傍伝道しますと、やっぱりその韓国の人たちがね、たくさん集まっていただいて、そして応援してくださるっていうようなことから、韓国選挙旅行はスタートして、またナンデブンシジャン、南大門市場、うん、まあ、そこでですね、路傍伝道をやる方々と、お会いするなど、本当にですね、スタートから、神様はですね、もう これ話していったら1時間かかりますんでね、まあ、それからミョンドンで3回、やり、それから、イントグオンっていうですね、ちょっと郊外へ行ったり、あるいはホンデというですね、若者のいる町、ミョンドンとかホンデっていうのはどういう町かっていうとね、例えばミョンドンっていうのは例えば原宿や新宿や銀座や日本橋やね、そういうのがミックスしたようなね、こう町で、ホンデっていうのは若者の町ですかね、まあ、そういうところで、伝道して、同行者もいないし、もうからかわれたんです、牧師、韓国の先生からね。韓国先生はもう打たれ強いからね、もうどこでもいいから伝道やって、夜になったらそこで寝て、朝になったらまた起きて、ちょっとね、からかわれたっていうか、冗談半分でそんなこと言われて、まあ、その先生のおかげでね、そうだ、もうそれでいいんだってこう思ってね、励まされたわけですけれど、まあ、神様はですね、何が言いたいかっていうとね、神様が導かれ、そして行けと言われたらですね、必ず神様は道を開いてくださる。だから私たちのこれからの宣教において大切なのは、自分の思いというよりも神が何をなさりたいと思っているのか、これをぜひですね、この祈祷会の中でキャッチしようじゃないでしょうか、はい、そして神様がやらせたいと思っていることをですね、私たちは神と共に行っていく、ぜひですね、これも大切ですよね。聖霊なる神様が共におられるんだけどね、聖霊なる神様がもうどんどん言ってんのにね、いやちょっとみたいな感じもダメだし、聖霊様がね、ちょっと待ちなさいって言ってるのにね、どんどん肉で突き進むのもいけない。聖霊なる神から遅れない、そして行き過ぎない、この神様と共に働いていくなら、私たちこの日本のリバイバルは最短時間でね、進んでいくと信じます。皆さんぜひですね、今日この私たちがやるべき仕事、教会の働き、調教派の働きなど、まあ、神様はですね、あえてこのコロナ禍で今までの常識とか今までのことを覆すような、方法で私たちを導かれようとしてるんじゃないかと思うんですよね。コロナで一説によれば約1000の教会が閉じたって言うんですよ、この3年半の間に。まあ、これは異常な数字ですね。まだ正確なことが分かってないんで、クリスチャン新聞や、キリスト新聞、そしてまた箱舟便などが協力してこれを正確に数えていきましょう、まあ、そして発表しましょうってことになってますけどね、本当にこれはね、危機的な状態というか、まあ、もちろんコロナで潰れてしまう教会はもうそういう前兆はね、あったと思いますけれど、人間的にこの自粛をすごくしすぎてしまったり、もう教会を全部何年間も閉じてしまったところも、私はちょっとね、やりすぎだったんじゃないかな。皆さんどう思います？コロナの時もう例えば市役所とか区役所で休んでたとかありますかね？ないんですよね。警察もね、
やコロナだからやめます、病院でさえもねやってましたよね、デパートもやってた、会社もやってた、なぜ教会がここまでね、まあ、それはねやっぱり圧力やサタンのアタックがあったと思いますけれど、まあ、私たちは神の声を聞いて、あのやっぱりコロナの時の、ね、対応は難しかったです。でもどうぞ私たちこれからアフターコロナにおいて神様の導き、神様の声を聞いて、そして神と共に進んでいきたいと思うんですね、うん、ぜひ皆さんそのことをね私たちは大切にしていきましょう。そしたら希望があります、うん、もうね今なんかうまくいかないなって思ってる、そういう、働きは、いろいろあるわけですけれど、神様が共におられたら大丈夫です。アーメン。失望は希望に変わります。皆さんカルバリーの十字架で肉裂かれ血を流されたあのイエス様を見上げてください。イエス様はその十字架にかかって復活することによって絶望を希望に変え、死を永遠の命に変え、罪許し神のことをしてくださいました。リバイバルの道が開かれたんですね。ぜひ皆さんイエス様の十字架を見上げて希望を持ってですね、この日本のリバイバルのために私たちは主に従っていきます。ここに私がいます、使ってください。そんな思いでですね声を上げていきましょう。主を3回叫んで祈りましょう。主よ主よ主よ、イエス様ありがとうございます。私たちに与えられた主を、このリバイバルの使命を心から感謝します。祈りのために祈りの勇士が今日ここに集められ、そして一人一人が祈るだけではなくてあなたに従います。リバイバルのために用いてくださいますように、主を心からお願いいたします。おーイエス様、ハレルヤ。私たちはあなたのしもべです。主のしもべとして私たちを、神様あなたの働きのためにお用いくださいませ、心からお願いいたします。イエス様、昨日今日も変わらないイエス様が私たちをこの祈祷の中で導き、神様、あなたは愛の中で私たちを用いてくださいますように心からお願いいたします。生きておられる神様、あなたの皆さんでございます。アレルヤ、イエス様の心からお願いいたします。主イエス様ありがとうござい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 ます。主はこの世を手向け、経済においてまた生産においてそういうの生活なんも補給しています。ガソリン代も高くなっています。また食料や物価がものすごく高騰しています。人々は不安でいたり不満を持ち、神様このような状況の中でどうぞイエス様が希望を与えてくださり、イエス様が助けを与えてくださいますように、主イエス様お願いいたします。私たちを助け、私たちを愛してくださる方を心から感謝と賛美を持って主をお祈りいたします。主イエス様、私たちの心からせたことに心からお願いいたします。昨日とも変わらないイエス様、あなたの皆を心から崇めて賛美を申し上げます。イエス様ありがとうござい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 ます。心を込めてお祈り申し上げます。私たちの働き、イエス様が0から1から10まで、すべて最初から最後まであるまであり、お目当てあれ、イエス様を用いください。私たちを用いくださいませ、心からお願い申し上げます。アレルヤ、アレルヤ、イエス様ありがとうございます。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 心から感謝をいたします。愛する主イエスキリストの御名により感謝してお祈りいたします。アメン。19番一緒に賛美いたしましょう。罪の森を除くは地
私たちの教団は、JEA というです、ね、日本福音同盟というところに、入っておりますので、まあ、菅野先生も一緒に行かれましたけれど、まあ、日本の福音派というその概念が、ね、微妙なんですよね。例えばアッセンブリーとかフォースクエア、小坂先生たちの、ね、そのグループも、福音同盟入ってますし、もうお堅いところはものすごく堅い、同じ宗教なのかって思うぐらい違う。まあそういうですね、私たちもそこに入ってますので、まあ、7年ぶりの伝道会議が、岐阜で行われたので、まあ、行ってまいりました。私たちの団体はそれに合わせて1日前岐阜の2つの教会会場に、集まりを持ってから、8人ぐらいですかね、そこに参加いたしまして、で私にとってはその日本伝道会議っていうのはすごくこう思い出深いんですよね。第6回は、神戸で行われたんですけど、まあ、その時、伝道会議っていうのにね、伝道しないで会議だけで終わっちゃった。これはじゃあ伝道していこうっていうことになって、仲間たちとね、大阪の道頓堀や引っ掛け橋とかね、そういうところで、ロボ伝道をしたんですよね。そしたら火がついちゃったんですね、私の心にも一緒にいた仲間にもですね。それで、7年前帰ってきてからですね、ここでこれからロボ伝道やりますみたいなこと言ったんですよ。そしたらなんか結構皆さん白ハハハとして、菅野先生またなんか新しいこと何を やられるのかなっていうようなね、まあ今ならね、私がやってること、やりたいと思ったんじゃないんですよ。神様が導かれて、そうやらざるを得ないような状況を作ってくれて、まあ、そして、ここで皆さんに祈っていただいて、やってるうちにですね、人が10人20人ってどんどん集まってきて、あ、これは1回のロボ伝道大会で終わってはもったいない、あ、これは何らかのグループを作ってね、一緒にやってたらいいな、
やりたいと思わないしね、こんなの大変だと思うのに、神様がどんどん導かれてね、スタートしたのが7年前でした。まあ、それのね、大会で今回第7回で、文化会をやったり、ブースも出したんですけれど、まあ、そしたら想像以上にね、たくさんの人がね、もう路傍伝道の菅野先生ですねみたいな、声をかけていただいてですね、まあ、私はそういう有名になりたいとかそういうことに興味のない牧師なんですけど、やっぱり一緒に、伝道するためにね、こういろいろ知っていただくことで、信頼を得ていただくことで、伝道の輪が広がってほしいということで、まあこの第7回においてですね、また多くの人に知っていただいて、特にですね、この路傍伝道がすごくこう話題になったのは、開催地の、岐阜市の市長さんがですね、クリスチャンで、まあ、私の友人だったんですよね。でこの柴橋さんに、どこでやったらいいと思うか、そして、許可はどう取ったらいいかという話2つを聞いたらね、いやもうそれは簡単ですよ、岐阜の駅前ですよ、許可はね、私が自分で出して自分で許可を下ろしましょうみたいなね、もうそういう形でもうパッと解決するどころか、先生私もやりますってこうすぐに答えが返ってきたんですよね。で、まあ、この柴橋さんも一つのね、こうやっぱり岐阜市である岐阜の大会の、メインのゲストの一人なんでね、でそういう立場でね、彼があちこちで発言したみたいなんですよ、菅野牧師たちと路傍伝道やりますみたいなね、まあ、それでね、すごい話題になったみたいで、もう路傍伝道に全然興味のない先生からね、いや先生私もやってみたいと思いますみたいなね、なんか神様はね、そういうことを含めて、全て道を備えてくださるっていうかね、導いてくださるんだな、今回、岐阜の帰りはですね、香川豊彦という方が100年以上前ですかね、40日間の路傍伝道をやったんですよ、豊橋の駅前で。そして途中で、肺結核かなんかで、ね、倒れて視線を超えたっていうね、そういう経験を、したような場所で、まあ、何度かやってるんですけどね、あの100年前のね、神の国運動っていうやったあの香川さん、まあ、そこからバトンを受けたわけではないんですけれど、神様はこの地で倒れてしまったけれど、そこで大きな働きをしたその地で、まあ、伝道させてもらったんだな、まあ、そういうことがあったりですね、まあ、それから、静岡駅であり、清水駅で今回初めてやったらですね、スリアソノ先生のね、奥様がね、すごい大型犬を連れてね、こう悠々と歩いて来られて、再会を喜んでね写真を撮られまして、わざわざ清水に来てくれましたみたいなね、まあ、佐野先生、主任牧師の先生とはお会いできなかったんですけどね、まあ、そういう出会いがあったり再会があったり、もう本当にね、神様は驚くようなことをね、やらなくていいことはね、全部止めてくれるんですよね。で、神様は次々に私たちにね、従うという意志、何でも従います、何でも神様あなたの御心のままに導いてくださいってね、そういう器になることがね、私たちにとってやっぱり大切だと思うんですよね、使いにくいですよね、神様こうじゃないといけません、リバイバルはこうですみたいな、この時じゃなきゃいけませんみたいなね、もちろんね、そういう熱い気持ちは大切ですけれど、私たちは神様に用いられやすい、神様あなたのなさりたいように使ってください、私たちはそんな祈りをね、捧げていきたいと思うんですよね。まあ韓国でもですね、まあ、あの費用はですね、おそらく20数万かかったと思うんですけど、まあ、必要が全て与えられて、で私の親族がね、韓国でクリスチャンがたくさんいるんでね、じゃあ水曜日にね、ヨイド重福音教会で会いましょうということで、まあ、私が外国人席へ行くとですね、
ね、その純福教会の長老さんとか根さん人とかね、おじさんおばさんたちが、まあ、そこで、教会生活を送っててバーンと来てくれてですね、でたまたま行ったらですね、長四義牧師、昇天2周年礼拝っていうかね、まあそういうこう思いのある、私はすごく千代美先生お世話になり、また教えられたものとしてね、まだ千代美先生の、ご葬儀とかたまたま行けなかったんですよね。でも神様はそういう、機会を与えてくださったり、まあ今日もですね、神様は私たちをこの祈祷会に導いてくださってですね、ぜひ私たちは神様の導きのままに生きていく、もちろんそんなことね百も承知だと思いますけれど、改めて日本のリバイバルのために用いられる器というのはやっぱり神様から見て使いやすい器だと思うんですよね。本当に素直にはいと、そして神様が、やりたいことに従います、そして神と共に働けるようなね器だろうと思うんですよね、まあ、私もそれを目指してますし、そんな思いを持ってね、神様は導いているのに、その導きを、聞きそびれてしまったり、することもあると思うんですけれど、これからは私たち過去がどうであったとしても、これから本当にイエス様、あなたの導きをお願いします。そして私の心のままではない、あなたの御心のまま成したまえ。イエス様がゲッセマネの園でご自分の思いもあったけれど、父の御心に従いますと言ったように、私たちこの日本のリバイバルのために自分の思い、それも祈ってもいいと思います。でもあなたの御心を成してくださいと、そんな祈りを持ってですね、私たちを神の前に差し出して、そして神に用いていただけるような、そういうですね、働き人としてこの場所から整えられて使わされていこうじゃないでしょうか。皆さんで主よと3回一緒に声を合わせて祈って、そしてもう一度この祈りをしましょう。主よ、私を用いてください、あなたの御心の通りに用いてください。そんな祈りを捧げましょう。祈ります。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。天の父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を崇め、心から感謝し賛美申し上げます。昨日も今日も変わらないイエス様、あなたの素晴らしい名が崇められますよ。おお、イエス様、イエス様、ありがとうございます。素晴らしい主イエスキリストの名が崇められますよ。どうぞ神様、小さなしもべです。そして神様、弱さを持っていて、神様、竹だらけの土の器ですけれども、神様、あなたがどうぞ私たちを使ってください。主の御心を成してください。神様、あなたの時にあなたのリバイバルを、あなたの会話で、あなたの方法でぜひリバイバルを起こしていただきたいと願っております。神様、主どうぞこの合同祈祷会に集められたこの先生方、お一人一人が神様に用いられ、そして神様に愛され、神様に特別に信頼され、神様に喜ばれ、神様に用いていただき、安いものとして、主どうぞ私たちをお使いくださいませ。心からお願い申し上げます。神様、どうぞあなたの素晴らしい名が崇められますよ。素晴らしい名が崇められますよ。私たちの教会を通し、日本のクリスチャンを通し、主の名が崇められますように、私たちの家族を通し、私たちの教会の皆が崇められますように、心からお願い申し上げます。神様、ありがとうございます。昨日も今日も変わらないイエスキリストの血が崇められた様を思い出して、私たちがあなたの皆を崇めることができます。この地でも天で行われるように、あなたの御心を成してくださいませ。御心を成してください。神様、ありがとうございます。御主イエス様、ありがとうございます。心から感謝の賛美を申し上げます。主は主が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 
主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りを捧げます。アーメン。21番、主の栄光最後目立つのに王様としてお入りになり、まあ、さらに、まあ、イチジクの木を呪ったことはまだしも宮清めをされたんですね。なはの鞭を持ってね、その両替悪どい商売をしているそのサドカイ人祭司長たちをですね叱りつけ、パリサイ人たちを批判する、まあ、そういう中でですねイエス様のところにその権威を追い落としてイエス様をやっつけようという人たちが次々にやってくるんですね。まあある時サドカイ人という人たちがやってきて、サドカイ人は復活を信じなかったんですね。でもイエス様は真正面から復活はある、神は生きたものの神だ、アブラハム、イサク、ヤコブの神だったと過去形で言ってない、アブラハム、イサク、ヤコブの神だ、つまり個人となったアブラハム、イサク、ヤコブの神ということは彼らは生きているんだ、復活するんだ、まあそういうことですよね。そしてバチーンとですね、一人の男性が奥さんと結婚したけど子供が生まれなかった、死んだ、そしたら次男と結婚した、7男まで結婚したんだけど子供が生まれなかった、まあ、サドカイ人はねイエス様に対して天国に行ってね、もし復活があるというならねどうなるんですか、7人がね1人の奥さんを夫にしたんですよ、大変なことにならないですか、いや俺の女だ俺の妻だ、まあ、そういうふうに言った時にですねイエス様は、あなたは神の力も神も知らないからそんなこと言うんだ、復活したらみんな天使のようになる、もう縛られないんだよ、明確に復活を語り、まあ、彼らは恥をかいてね黙ってしまったっていうね。でそうするとですね喜んだ人がいたんですね、パリサイ人です。まあ、パリサイ人は復活を信じている、でもいつもサドカイ人はね復活はない、いやー困ったな、でもイエス様がねもうサドカイ人をコテンパンにやっつけたんでね、先生素晴らしいです感動しました、まあそう言ってですねイエス様に近づいてきたわけですね。パリサイ人は、まあ、こういうふうに聞いた、まあモーセの律法は613ぐらいあるわけですけど、それだけある律法をもし一言で要約するならどうなるんでしょうか、何が一番大切なんでしょうか、
まあ、イエス様はすぐに言いました。イスラエルよ聞け、主なる神は唯一だ。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよ。自分を愛するように隣人を愛せよ。イエス様はですね、そのように律法を要約すると愛だと語られたんですよね。まあ、イエス様はもうこの聖書、旧約聖書と預言者は全てこの言葉にかかっている、愛せよにかかっているとイエス様は明確に教えられたんですね。今日私たちにとって聖書が教えるそのメッセージはこの愛にかかっているわけですね。神を愛せよ、隣人を愛せよ。まあ私たちは神様あなたを愛しますって、私もよく祈りますけれど、でその愛が本物かどうかっていうのは、ね、すぐ分かっちゃうんですよね。隣人を愛せるかどうか、つまり神様を礼拝してね、もうすごい良い礼拝をして神を愛してんだけど、人に冷たいっていうクリスチャンや教会もありますよね、時には。でそれはどうなんだろうか。イエス様の言葉の前にね、やっぱり愛が欠けてるんじゃないか。まあ、それからリベラルの教会行くとね、もうLGBTQ の人たちやね、差別、そういうことに反対する多様性、すごくね、人に優しいんですよね。そんな優しいんですか。でも彼らは神の言葉、LGBTQ に対してレビキやローマ書でね、少なくとも4箇所5箇所は明確に同性愛についてね、それは罪だと断言してるわけですよね。だから神の言葉をすっ飛ばしてしまってる。人には優しいけどそれは神を愛してないというね。私たちはですね、もう究極に言っちゃう、誰も神を愛し人を愛しきれる人はいないと思うんですよね。皆さん、でもイエス様を愛する人はアーメンと言ってください。アーメン、愛してるんですよね。で少しずつですけどイエス様への愛も本物になり、そして隣人愛も本物になり、でその神の愛、隣人愛を私たちですね、本当に本物とさせていただこうじゃないでしょうか。でその愛のゆえにリバイバルをしたい、求めたいと思うんですよね。もうリバイバルでね、成功して用いられて有名になってね、そして名を残したいみたいなね、自分の存在価値を高めたいみたいなね、そういう動機じゃなくて、本当にイエス様を愛して人々を愛して、その心で私たちはリバイバルを求めていこうじゃないでしょうか。神様は全部動機まで知ってますからねそういう動機こそがリバイバルの鍵であり、大切な動機だと思います。でも私たちには愛がないとやっぱり言わざるはありません。だから私たちは今日、愛がありません、愛をください、そしてその祈りをしていこうじゃないでしょうか。愛を求めましょう。そしてこれは神が願っておられる祈りだと思うんですね。愛を追い求めなさい。必ず御霊がその祈りを取りなして、必ずその祈りを応えてください。私たちは愛の塊となってね、そして日本のリバイバルに用いられたいと思うんですよね。皆さん、愛こそが鍵だ。イエス様はこのモーセの実戒や聖書を要約すると、神を愛せよ、人を愛せよなんだと明確に教えてくださいました。今日、愛を求めて、そしてぜひ、その愛が本当にバランスよく神と人に向けられるように、私たち主よと3回叫んで祈ってまいりましょう。一緒に祈りましょう。主よ、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 イエス様が知られる神を愛されたように、三位一体の神様が互いに愛し合っているように、私たちも神様を愛し、自分を愛するように隣人を愛する、そのような愛で私たちをお見出しくださいませ。心からお願いいたします。神様のありがとうございます。あなたの素晴らしい名を挙げます。あなたの素晴らしい名を挙げます。あなたの素晴らしい名を挙げます。神様ありがとうございます。お疲れ様です。おー、神様ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、
Thank you.
作られた歌なんですけど、日本より韓国の方が有名なんですね。先日その CD を出した、牧師先生とお会いしてね、そうですか、あなたのおかげで韓国に有名になったんですね、ありがとうございますということで、もう韓国では、君は愛されるため生まれたとね、この花も韓国語で、繰り返し歌って、ね、まあそしてもう言葉足らずですけどね、여러분안녕하세요저는칸도나우키목사입니다예수믿으세요예수님당신을사랑합니다오늘수고하셨습니다なんだっけ半家博士だとかねそういうの ありますよね、まあ、あともうちょっとあったんですけど忘れてしまいましたけれど、まあ、とってもいい思い出を、思い出しました。まあ、過去の栄光に浸ってはいけませんけどね、過去を振り返って あんなにイエス様良いことしてくれたな、今度も良いことをしてくれるに違いないって信仰のためにね、時々過去を振り返ってみることもいいかもしれませんね。私のちょっと祈祷課題を、挙げさせていただきます。まず一つ目は、ロボ伝道の、世話人が4人いるんですけど、その世話人の一人がですね、半分関西に移住するってことになって、まあ、結局平日のロボ伝道の活動がですね、ほとんど入れられなくなってしまってですね、まあそういう時私はすぐにね、なんでって言うんじゃなくてね、感謝しますっていうことにしてるんですよね。でも少なくともね、もう韓国に行けたのはその人のおかげなんですよね。もう全部平日吹っ飛ばしてくれたんでね、韓国行けたし、今年の夏暑かったんですけど、熱中症熱射病、そういったね、暑い病にかからなくて済みましたしね、もういいことだらけですね。私たちにとってそういうことがありますけど、で今、ちょっと世話人という方がね、活動できなくなってしまった平日の、だから、準世話人というかね、世話人補みたいな方を、募集していて、例えば月1回でいいから、例えば川口には必ず来ます、でその日だけ世話人になっていただいてね、そういう方が、起こされることを祈って、ちょっとずつ今ねそういうことをやってるんですけど、ぜひ、ロボ伝道の活動ここへ来て、非常にもう本当にたくさんやってたんですけど、そういう一緒にできる方がちょっと、諸事情でねできなくなってしまう、まあ、土曜日だったらできますとか言ってるんですけどね、ちょっと今、若干、祈りが必要なんで、ぜひ、ロボ伝道のその働きのために、世話人が、与えられるか、また世話人補、準世話人みたいな方がね与えられるように祈っていただけたら、幸いです。で2つ目3つ目はですね、